日本語能力試験完全模試 N3 第1回懲戒これから N3 の懲戒試験を始めますメモを取ってもいいです問題用紙を開けてください 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 例会社で女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんか abc 広告の川島部長がそろそろいらっしゃる時間ですねうん資料のコピーはしてくれたはいこちらです6部で足りますかそうだねありがとういらしたら 2階の会議室に案内してくれる僕はもう一つ資料を持っていくからその間にお茶を出しておいてわかりましたあエアコンもつけておきますねああそれはさっき田中さんがやってくれたみたいじゃあよろしくねはい女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 最も良いものは一番です。解答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから答えはこのように書きます。では始めます。一番コンビニで男の人が 女の人に電話しています。男の人はどのパンを買いますかもしもし、お昼買っていくよ。今コンビニいるんだけど何がいいおにぎりとかうーん、パンの方がいいかな。わかった。どういうのがいい甘いの一つと甘くないの一つ。甘くないのってサンドイッチとか えっと、サンドイッチよりはソーセージが入ってるのがいいな。あと、甘いのは小さいのが何個か入ってるやつがいい。何個か今あるのはドーナツだけど、いいそれしかなかったらいいよ、それで。ああ、あと飲み物もお願い。コーヒーじゃなくて紅茶ね。ミルクティーとか。了解。じゃ買ってくね。 男の人はどのパンを買いますか二番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこの後何をしなければなりませんか あの山田さん、部長どこに行かれたかご存知ですか部長朝日工業との打ち合わせに出かけてるよ。そうなんですか。困ったな。富士広告から至急確認してほしいってメールでデザイン案が送られてきたんですよ。部長に見ていただきたかったんですが。うーん。今日はそのまま帰るって言ってたからな。携帯に電話してみましょうか。でも、 結局デザインは見られないからね明日の朝まで待ってほしいって言ってみてそうですねわかりました女の人はこの後何をしなければなりませんか 3番大学で女の学生と男の学生が話しています男の学生はこのあと何をしなければなりませんかたけしくん今日の卒業生の送別会だけどああ6時だよね遅れないように行くよそれはもちろんだけど会費は昨日までだったんだけどえそうなの その場で払えばいいんじゃないの余計な時間がかかるから早めに集めるって言ったじゃない。今、財布にお金ないんだよ。行く前に ATM でおろそうと思ってたから。仕方ないなぁ。じゃあ私が出しておくから後でちょうだい。でも、卒業生へのメッセージは早めに書いといてよ。今日カード渡すんだから。あ、それもまだだ。わかった。 じゃあ私はこれから花を買いに行ってそのままお店に行くねわかった男の学生はこのあとをしなければなりませんか四番。 会社で女の人と男の人が話しています。二人は明日何時に会いますか明日の研修会1時からでしょ何分くらい前に行く ?5 分前かなぁ。駅に45分に着く感じ。そっか。私はもうちょっと早めに行く。行ったことない場所だし、迷うかもしれないから。ああ、初めてなんだ。 そしたら、会場の近くでお昼、一緒に食べない僕は一回行ったことがあるから、場所はわかるよ。あそれだと助かる。じゃあ、僕は明日、午前中、外で用事があるから、駅で待ち合わせでいいかな改札は一つだから、そこで。12時でいいもうちょっと早くしようよ。お昼で混む時間だから。もう15分前はわかった。 二人は明日何時に会いますか。五番。土産物屋で女の人と男の人が話しています。女の人は何を買いますか。 困ったなまだ決まらないよ家族に買うお土産僕はもう買ったよクッキー結構有名なんだってそうなんだでも前もクッキーだったからないいんじゃないものが良ければあこのお酒美味しそう自分用に1個買おういいな私もなんか欲しいあこれにしよう手作りジャム ああ、おいしそうじゃない家族にもそれにしたらうーんあんまり食べてるの見たことがないな特に父親。あチーズがいいかも種類もいっぱいあるねえねえもうみんな集まってるよ行ったほうがいいみたいえ嘘どうしよう困ったないいやもう私も同じのにするいいと思うよじゃ急いで。 女の人は何を買いますか6番女の人と男の人が話しています男の人は最初に何をしなければなりませんか なんとか今回のセミナーも無事に終わったね。5日間お疲れ様でした。さあ、片付けちゃいましょう。はい。じゃあ、僕は机を。うん、お願い。あ、ちょっと待って。やっぱり最初に部屋の外からやりましょう。外のポスターを剥がしてきてくれない ?7、8枚あったと思う。私はこの辺を片付けてるよ。わかりました。何か飲み物を買ってきましょうか。そうね。 じゃあ、冷たいお茶を。はい。あ、課長。あれ、ゴミですよね。捨ててきましょうか。ゴミはいいよ。後でまとめて捨てるから。わかりました。じゃあ、ちょっと行ってきます。男の人は、最初に何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。 では練習しましょう例 <レイ S 1> 女の学生と男の学生が電話で話しています男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか と早めに着いたから先に店に行ってるね田中君は今どこ今家を出たところ30分くらい待ってえー、遅いよお昼食べる時間なくなっちゃうじゃないごめん実は朝から体がだるくてちょっと熱があるみたいでそうなのじゃあ今日のセミナーはやめといたら大丈夫だよ 同じようなのを定期的にやってるからまた行けばいいよ。それより家で寝てた方がいいって。うーん、わかった。男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか最も良いものは1番です。回答用紙の問題2の 例のところを見てください。最も良いものは一番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。1> 会社で、女の人と男の人が話しています。男の人は、今日、 どんな失敗をしたと言っていますか。原さん、どうしたの。なんだか元気なさそうだけど。うん。ちょっとミスしちゃって。 今朝 A 社に渡したデザインサンプル古いやつだったんだ向こうはそれについて社内で話し合ってさっき返事をしてきてああそうなんだまた部長に怒られたよこの間は注文の数を間違えたしダメだなほんと誰にでも失敗はあるよ私も最近会議の時間を間違えて伝えたりしたし部長だって スピーチで人の名前間違えたりしたからねうんありがとうまた頑張るよ男の人は今日どんな失敗をしたと言っていますか 2>, 2番男の人と女の人が話しています上級日本語コースの授業はどの部屋で行われますかすみません 今日、こちらのセンターで特別日本語講座を受けるんですが、上級クラスはどの部屋ですかチラシに書いてある302に行ったんですが、誰もいなくて、301には人がいたんですが。あ、すみません。隣の別館5階の502になります。え、別館でも、案内には本館の三階って、 ええ、そうなんですけど、実はエアコンが故障してしまって、さっき変更になったんです。まだ案内を貼ってなくて、すみません。エレベーターを降りてすぐの部屋が501なんですが、502はその右隣の部屋になります。わかりました。どうも。 上級日本語コースの授業はどの部屋で行われますか三番会社で女の人と男の人が話しています。女の人はどうして去年と違う店にすると言っていますか 忘年会の店どこがいいかなそうだね去年と同じ桜屋でもいいんじゃないあそこ安かったしお酒のメニューも結構あったしうーん確かにお酒はいろいろあったし部屋も広かったけど料理はそんなに美味しくなかった気がするそれにお酒飲めない人もいるしまあそうだね味じいはどう行ったことあるけどどれも美味しかったよ 雰囲気もなかなか良かか良ったしへえじゃあそこにしようよ女の人はどうして去年と違う店にすると言っていますか四番。 学校で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はどうして国際センターの中国語講座を選んだと言っていますか 私ね、今中国語を勉強してるんだ。へえ、そうなんだ。バイト先によく来るお客さんに中国の人がいてさ、日本語も話せるんだけど、その人と中国語で話してみたいなぁと思って。実際に使うのがうまくなる一番の方法だって言うしね。そうそう。で、市の文化会館と国際センターの中国語講座を見学に行ったの。そしたら、国際センターの先生がそのお客さんの奥さんだったのよ。 もうびっくりへーすごいそれでそこに通うことにしたの文化会館の方が近いし料金もちょっと安かったんだけどねそっか頑張ってね女の学生はどうして国際センターの中国語講座を選んだと言っていますか

夜には雨が降り出すでしょう。山の方では雪に変わります。朝方まで雪が少し残るかもしれませんので、車の運転には十分ご注意ください。明日は昼過ぎから太陽が顔を出し、気温も上がってくるでしょう。明日の午後の天気はどうなると言っていますか 6番男の人と女の人が話しています女の人は部屋を選ぶ時特に何が大切だと思っていますか何見てるの そろそろ引っ越そうと思って不動産屋でチラシをもらってきたのそうなんだ何をポイントに選んでるのうーん、何かな部屋が広いこととか家賃が安いこととかまあそうだよねあとやっぱり南向きがいいんじゃない明るい方がいいでしょそうねでも1日いるわけじゃないから東向きとか西向きとかでもいいかな あと帰りがいつも遅いから駅から近くないとダメだああそれが一番大事なんじゃない毎日のことだしうんそう思う女の人は部屋を選ぶ時き特に何が大切だと思っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と 選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょうレ<イ>留守番電話のメッセージを聞いています田中です 先日は森さんのお祝いの会に誘っていただきありがとうございました。私もぜひ参加したいと思っていたのですが、昨日から娘が熱を出してしまいました。夫も明日は仕事ですし、今回はちょっと行けそうにありません。皆さんとも久しぶりでお会いできるのを楽しみにしていたのでとても残念です。森さんにはまた私からも電話します。本当にすみません。 田中さんが一番言いたいことは何ですか ?1。1> 娘が熱を出している。2>, 2。お祝いの会には参加できない。3。みんなに会うのが楽しみだ。4。森さんに電話しておく。最も良いものは2番です。 解答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています。 田中さん、お昼まだあ、はい。この資料までやっておこうと思ってて。そっか。じゃあ、また後にするよ。え、何ですかいいですよ、今で。そう実はね、あさってのセミナー、うちの会社が行くことになってるんだけど、ちょっと都合が悪くなっちゃって。代わりに行けばいいんですかごめん。よかったらお願いできないかな。父が急に入院することになっちゃって。 あさって私が手続きに行かないといけない状況なの。そうでしたか。もちろん、いいですよ。女の人は、男の人に何を頼みましたか ?1。1> 一緒に昼食を食べること。二、セミナーの日にちを変えてもらうこと。三。 代わりにセミナーに行くこと4入院の手続きをすること 2>, 2番留守番電話のメッセージを聞いています。 こんにちは中村様のお電話でしょうか桜町図書館です中村様が予約された簡単季節の料理ですが本日返却され貸し出しが可能となりました次の予約も入っていますのでよろしければお早めにお越しくださいなお1週間いらっしゃらなかった場合予約は取り消しとなりますよろしくお願いいたします女の人が一番言いたいことは何ですか 1, 1. 本を借りることができること。<S 2. 2 <S 早く本を返してほしいこと。3. 次の人が予約していること。4. 予約が取り消されたこと。 3番？女の人と男の人が話しています。健康のために何か運動したいと思ってるんですが、田中さんって何かやってます。うん、週に23日走ってるよ。そうなんですか？実は私も走ろうかなと思ってて。あの靴とか服はどういうものがいいんですか？そうだね。特に靴は大事だね。 いい靴じゃないと走りづらかったり足が痛くなったりするからちゃんと専用のものを買ったほうがいいと思う服は走りやすい動きやすい形のもので暑すぎたり寒すぎたりしないようにすることだねあと日差しが強いときは帽子とかサングラスとか使ったほうがいいよなるほどわかりました二人は。 主に何について話していますか 1, ?1 走る楽しさ 2, 2健康の大切さ3ジョギングに必要なもの4運動をするときに注意すること 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 れ<レ>道がわからないので、人に聞きます。何と言いますか 1, 1東京駅に行きたいんですが。<S 2, 2 <S 東京駅に行ってくれませんか3東京駅に行ってもいいですか最も良いものは、一番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番 1> 仕事が終わりました。一緒に作業をした人に何と言いますか 一、お大事に。二、お疲れ様でした。三、お気をつけて。二番、友達がたくさん荷物を持っています。手伝いたいです。 何と言いますか ?1. 荷物持とうか 2, ?2. 荷物持ってもらえない ?3. 荷物持たないと ?3 番。アルバイトを辞めます。 最後の日みんなに何と言いますか 1, ?1 お構いなく 2, 2よくいらっしゃいました3お世話になりました4番美術館の中で 写真を撮ってはいけないと友達に注意します。何と言いますか ?1 写真を撮っちゃったんだよ 2, 2写真を撮らなくちゃいけないよ3写真を撮っちゃいけないよ 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では、 練習しましょう。レ<イ>。あのー、道がよくわからないので一緒に行ってほしいんですが。一。そうですね。どうぞ。二。ええいいですよ。三。はい、そうしてください。 最も良いものは2番です。回答用紙の問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番 ごめん。先に行って、みんなに説明しといてもらえる ?1。じゃあ話してもらおう。2。2> うん、やっておくね。3。あ、先だったんだ。二番。 明日のカラオケ佐藤さんも誘ってみたらどうですか1そうですね聞いてみます 2, 2いいえ誘うつもりです3うーんどうして誘わないんでしょうね 3番このデジカメフラッシュが光らないようにできる1もっと光ったらいいのにね 2> 2どうして光らないんだろうこのボタンを押すといいよ。 4番お父さんから早く来てくれって電話があったよ。1わかった、すぐ行くよ。2, 2そっか、早く来てほしいね。3じゃあ、もう帰ってくるかな。 5番。そろそろバスの時間だから、店を出ようか。1。時間まであとどのくらいだろうね。2。2> いや、早く出た方がいいよ。3。そうまだ大丈夫じゃない 6番。今度の企画、ぜひ私にやらせてください。1。1> うん、やらせてほしいね。2>, 2。そうか、悪かったな。3。じゃあ、よろしく頼むよ。 7番このままだと9時に間に合いそうもないですね。1, 1> そんなことはないと思うよ。二。早く終わってよかったね。3ずいぶん早かったんだね。八番 風がひどくなったので、今日は早めに帰っていいですか ?1。そうですか、それはひどいですね。2。わかりました、お大事に。3。そんなに無理しなくていいですよ。 9番これ、どうぞ食べてください。1。1> いえ、どういたしまして。2>, 2。いいんですかじゃあ、遠慮なく。3。はい。では、失礼します。 これで、懲戒試験を終わります。 Oh, oh, oh.